こんばんは。こんばんは、にょん。ゆっくりマリサだぜ。ヨウムにょん。今日のテーマはこちらです。今季は町田ゼルビアでプレイした増田拓也だぜ。長く広島でプレイしたベテランゴールキーパーにょんね。だな。それではスタートだぜ。増田拓也は、広島県出身。高校は広島南高校だぜ。広島の強豪にょんね。FC 東京の森重選手なんかもこの高校の出身にょんね。その後、流通経済大学に進学。1、2年時から JFL と大学リーグに出場し、3、4年時は大学リーグをメインに出場するぜ。大学屈指のゴールキーパーとして継続的に代表に選出されるぜ。主な選抜歴はこんな感じにょん。卒業後は、地元サンフレッチェ広島に加入するぜ。しかしこの増田をもってしても西川の壁は厚く、2017年に長崎にレンタル移籍。フル出場を果たすぜ。しかし、翌2018年は定位置を失う。2019年は町田にレンタル。スタメンを確保するぜ。3年の武者修行を終え広島に復帰も果やし、大迫の壁は厚く。広島って昔からゴールキーパー王国のイメージにょんね。だな。今季途中に町田に再加入。しかし出番なく終わったぜ。途中加入のゴールキーパーは大変にょんね。そしてロアッソ熊本に完全移籍となるぜ。来年は佐藤との激しいポジション争いが行われそうだぜ。それではご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録コメントお願いします。